見事第4戦優勝となりましたのはゼッケンナンバー3番アッシュ AKA マリリン農園渡部博樹選手2連勝となりました。おめでとうございます。2番手にはゼッケン23番原田カートクラブ大川博樹選手、怒涛の追い上げでの2位表彰台です。そして3番手にはゼッケン30番チーム平野江藤秀樹選手、おめでとうございます。スーパー SS 第4戦それでは上位3選手青少のトロフィーをお受け取りください。2連勝となりました渡部博樹選手には優勝賞金1万円が贈られます。さあそれではこのスーパー SS 第4戦上位3選手でのフォトセッションです。波乱の第4戦見事表彰台獲得おめでとうございました。スーパー SS 上位3選手おめでとうございます。